こんにちは、村上です。これから iMovie で映像を制作するにあたって必要となる機材やソフトなどをご紹介していきたいと思います。ちなみにこれから私がお見せしていく動画はほとんど全て無料のソフトで作っています。しかもカメラはデジカメだったりマイクも安物を使ってますので、誰にでも簡単に映像を作れることがわかるかと思います。後々ビデオでも個別に紹介しますが、ここでは最低限持っておいた方がいいものを紹介していきます。まずはじめに iMovie ですね。これは PC 版だったり iPad 版だったり iPhone 版だったりいろいろあると思います。しかしここでは Mac を使っている方を主に対象としているので、画面は PC のパソコンでの説明となっています。しかし使い方自体は同じですので、 PC を持っていない方も気楽に進めていってください。また Mac を持っていない方もアプリは購入できますので、ぜひともそちらを参照してみてください。続いて他のソフトについてですけども、これは撮影する映像によって変わってきます。顔出しするのであれば特に必要はないですが、カメラ撮影用のフォトブースなどのソフトがあってもいいかと思います。これも Mac の方は無料で使えるものです。その他この動画で使っているようなスライド撮影ならキーノート、画面撮影ならクイックタイムプレイヤーなどを準備していきましょう。続いてはカメラです。カメラは最初はそこまで高価なものが準備できないかと思いますので、iPhone などのスマホでも十分綺麗なものが撮影できます。もしくは私が使っているような家庭にあるデジカメやビデオカメラでも十分です。続いてマイクですが、人物を撮影するとなると一般のカメラだけだと音が拾えません。なのでピンマイクをつけていいものはそちらをつけたり、ショットガンマイクという結構高価なものまでありますが、最初はピンマイクなどで代用するといいかもしれません。映像は最初は簡単なものを使って次第に凝ったカメラなどを買っていけばいいかと思います。なおこのコースの動画で使用するのも全部で1万円ほどのもので作ってますので、ぜひとも参考にしてみてください。ということで、ソフト、カメラ、マイクなどが揃ったら早速 iMovie の基礎を学んでいきましょう。